東京ドームです。セ・リーグ公式戦、読売ジャイアンツ対阪神タイガースの2回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。小宮山さん、現役時代にはいつも試合前に行う準備というのはあったんですか？そうですね、いつも同じような行動パターンの試合に臨んでましたね。なるほどね、やはりそういった準備がプロという感じなんでしょうね。まずはジャイアンツの先発高橋が東京ドームのマウンドに上がります。相手がルーキーですから、当然負けるわけにはいかないというプライドがあるでしょう。小宮山さん、まずは先制点をどちらのチームが取っていくのかというところ注目ですよね。そうですね、本当に先制するかしないか大違いですからね。先制点が欲しい両チームの攻防です。これが1球目、アウトコース決まってストライク。引っ張った、これはどうか、三塁線破っていった。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。さあ一塁に先制のランナーを許しています。バッターは糸原。まあ送るとしたら彼がきっちり決めてくれるでしょうね。はい、さあここは送ってくるんでしょうか。まあ肩が強いキャッチャーですから、ここは迂闊に走れないでしょうね。そうですね。3球目見送っています。ボール打ちました。難しいバウンド。田中、ジャイアンツピンチになりました。ノーアウトランナー二塁一塁。さあそして打席には八木入ります。さあ先制のランナーを得点圏に背負います。まあ当然先制点を与えないようにしないといけませんね。なるほど、そうですね。まずはアウトコース、ちょっと浮きましたね。低め中心でゴロを狙いたいですね。なるほど、さあキャッチャーどこに構えるか。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。そうですね。ファウルになります。小宮山さん、ゲッツーを狙うにはどういった配球になりますか？できれば打ちました。高く上がった、センター下がる、抜ければ先制ですが、セカンドランナーホームイン、ファーストランナー三塁回ってホームを狙う、三塁タッチはアウト。タイガース1点を先制しました。センターオーバーのタイムリーヒット、1対0。ジャイアンツなおもピンチです。ここは甘いコースを狙われました。得点を許しています。ちょっとサイン通りの投球ではなかったですよね。立ち上がりを攻められて先制点を奪われました。ここはしっかり組み立てていきたいですね。まあそして次は警戒すべきバッターが相手ですから、配球には十分注意が必要だと思いますね。その警戒すべき掛布、打席に入っています。まずは見送ります。ワンボール、カーブ、すくい上げた、この打球はフライになっています。高橋が掴んで2アウト。バッターは5番石峰。ジャイアンツこの回1点を失っています。さあ先制点を奪われて、なおも得点圏にランナーを背負います。改めてお聞きします、バッターボックスの石峰、どういったタイプのバッターでしょうか？まあ、率も残せて大きいのも打てる、パワーとテクニックを併せ持ったバッターですね。ああそうですか。2球目打ちました。伸びていく、どうだ、入れば貴重な追加点、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これでホームランダービートップとの差は3本。ジャイアンツ追加点を許します。3対0。ここで一発を浴びてしまいました。ご覧いただきましょう、ここで追加点となるホームランを打たれています。ちょっと力みすぎてバランスが悪くなってるんですよね。立ち上がりを攻められています。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか？まあそうですね、やはり長打は避けたいですから、高めを少し見せつつも要所は低めを攻めることになりますね。なるほど、バッテリーもそういった配球で来るでしょうか。初球ボール、インコースを落としました。ボール先行です。次が3球目、インハイ空振り、2ボール2ストライクです。
高め打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。ツーアウトランナー一塁。バッターは7番に入っている新庄。昨日のゲームでは無安打に終わっています。ヒットでランナーを一塁に置いています。引っ張った。サード取った。一塁へ送ります。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース先手を取りました。2回表に入ります。タイガースの攻撃、打席には8番バッター中谷。さてジャイアンツの先発は高橋。昨シーズンは5勝を挙げています。前回の登板は8イニング投げて打った。高く上がった。ボールはそのままフェンスに直撃。二塁へ送球。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。さあ一塁には追加点のランナー、そして打席にはピッチャーという場面です。まあここは送らせるんじゃないですかね。はい、さあ送ってくるか。牽制セーフ。2球目は何で来るか。ファウルになります。大きく外れてボールです。さあ4球目は何か。この球は外れています。高めの球ストライクになります。3ボール2ストライク、フルカウントになっています。打ちました。これはどうだ。レフト前に持っていきました。二塁へ送球する。二塁際どいが、これはセーフだ。ジャイアンツピンチになりました。ノーアウトランナー二塁一塁。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。初球手を出してきません。ちょっと高いですね。できれば低めでゴロを打たせたいですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。3球目は何で来るか。引っ張った。ボテボテ。サードが前に来る。岡本アウト。ここは送球が間に合っています。いい動きでした。小宮山さん、今のプレーご覧になっていかがですか。今のいいプレーでしたね。ご覧いただきましょう。見事な守備を見せてくれました。ファインプレー。ピッチャーからするとこういうプレーは助かりますよね。さあそしてバッターボックスには糸原が入っています。さあアウトカウントが一つ増えましたが、得点圏にはランナーが残っています。まあこの点差を保って初球打ち、弾き返した打球は右中間へ。タッチアップ。サードランナースタートを切る。タッチしてダブルプレイチェンジ。ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。バッターは7番に入っている田中。2試合当たりが出ていません。ヒットでランナーを一塁に置いています。ファウルになります。変化球空振り。スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがジャイアンツ得点には至りませんでした。今画面に出ているのが先ほどの配球です。最初は変化球持ってきました。ストライクです。これが2球目。引っ張った。大きな打球になった。レフト下がっていく、下がっていく。入りました。ホームラン。ソロホームランが出ました。これがチーム2本目のホームラン。高めに浮いてしまったストレート、強引に打ち返された打球はスタンドまで運ばれてしまいました。ジャイアンツ追加点を許します。4対0。クリーンナップに一発を浴びてしまいました。その際4点大きくリードされました。レフトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。タイミング合ってましたからね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。4番バッター掛布。小宮山さん、ちょっと苦しいピッチングが続いてますね。調子自体もあまり良くないと思いますけどね。ああなるほど、ベンチはこれをどう判断するかですよね。打ちました。これはどうか。坂本一塁へ。これで10試合連続安打。ノーアウトランナー一塁です。打席には5番バッター石峰。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。打たれてしまいましたね。打った。レフトに強い打球。ぐんぐん打球が伸びている。伸びて二塁へ送球。バッターランナーは二塁まで進みました。
これでマルチヒット。ノーアウトランナー三塁二塁。まず際どいコースをついてきました。低めの変化球でカウントを稼ぎます。ここはあっという間に追い込んでいます。このストレートは入りません。打ちました。取った。一塁送球アウト。ワンアウト。さあそして打席には新庄入ります。さあワンアウトになりましたがまだピンチは出していません。まあこのままの点差で回を終われるようにしっかり集中したいですね。なるほど、そうですね。痛烈な打球、高い打球、レフト入った、ホームラン、スリーランホームランが出ました。これがチーム3本目のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しっかりと引っ張られたあたりはフェンスを越えてしまいました。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね、警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。これはきつい一発ですよね。ゲームはまだ前半戦、しかし点差はこれだけつけられています。バッターボックスは8番中谷。まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど。さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。ノーボールツーストライクです。これが3球目。打った。取りました。一塁アウト。次はピッチャーの打順ですが、先発の田中が打席に入ります。いやー、ピッチャー相手に2本目はないですよ。全力ででも抑えないといけませんね。そうですね。ファウルです。3球目外れました。低め外れました。ですね、インローへキレのある変化球が決まっています。フルカウントです。打った。取りました。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。これから4回タイガースの攻撃です。一方ジャイアンツはピッチャーが変わります。背番号15沢村がマウンドに上がります。点差が大きく開いた場面での登板となりました。さあマウンドを任されたのは沢村、今シーズン4試合目の登板です。昨日のゲームでは2イニングを投げています。さあ小宮山さん、中盤ここで変えてきました。流れを変えたい。打ちました。いい当たりだ。高く上がった、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで7試合連続のホームラン。三塁回って今ホームイン、8対0。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターは2番糸原。このゲームはスタメン全員にヒットが出ています。小宮山さん、ちょっと打たれすぎですよね。もうちょっと何か対応できたと思いますけどね。そうですよね。さあピッチャー立て直していけるか。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。バッターは3番八木。まあ、ジャイアンツとしてはここから追加点を取られると厳しい状況がさらに厳しくなりますからね。なるほど、そうですね。体に近いところ、低めは外れました。内へ、これは決まった。さあ追い込みました。打ちました。レフトへ打球伸びる。ここは打ち上げています。レフトが取りました。三塁へ送球する。バッターボックスは4番掛布。先ほどの打席は内野安打でした。ワンアウトになっています。結局ランナーそのままです。さあ2球目は何か。打ちました。いい打球だ。
下がっていく、下がっていく、ライトポール際、判定はファウル。ワンボールツーストライクです。打ちました、セカンド取った、一塁送球、アウト、ツーアウト。打順は5番石峰、今日はここまでホームランを含む2打数2安打マルチ安打を記録しています。いや今度こそ抑えないとき、初球打ち、さあどうだ、このフライはどうだ、落ちるか、ワンバウンドヒットになりました、サードランナーホームイン、バッターランナーは2塁でストップ、タイガース1点追加します。9対0、ジャイアンツなおもピンチです。バッターボックスは6番オマリー。甘い球をフルスイングしましたが当たってくれません。2球目打ちました、伸びていく、ヒットになった、セカンドランナー3塁回ってホームを狙う、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは2塁到達、タイガース1点追加します。見事なタイムリーヒット、10対0、ジャイアンツもうこれ以上点はやれません。打順は7番新庄、先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。やられてしまいましたね。はい、タイガースこの回7人目のバッターになります。引っ張った、取った、一塁送球します、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。打順は3番丸、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。フォアボールのランナーが出ています。低めの変化球です、ボール先行です。いいまっすぐですね。アウトローのストレート、空振りです。100、打ちました、ボテボテ、ショート前に来る前に来る、一塁へ、アウト、ワンアウトです。バッターボックス岡本、まあこの回あたりで一気に点が取れればまだまだ試合を分からなくなりますよ。さあどんどん点を返していきたいところ、打ちました、セカンド正面のゴロ、糸原、一塁へ送ります、ツーアウトになりました、これは進塁打になりました。バッターボックスには5番パーラ、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね、ここはしっかりと修正していきたいですね。空振り三振、チャンスに打てず三振です。スリーアウト、チェンジ、ジャイアンツサードランナー残塁に終わっています。小宮山さん、ここでこれ以上離されるといよいよ逆転が難しくなってくると思うんですが、いかがですか。そうですね、もうブルペンのピッチャーがここから大事になってきますね。そうですよね。はい、これから5回、点差が大きく開いたリードの場面でタイガースは代打を送ります。バッターボックスには代打の亀山。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。まあこれ以上点をやれないですからね。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。ちょっとすっぽ抜けた感じです。次が2球目、これはセカンド田中取って、ワンアウトです。ピッチャーに打順が回って先発の田中がバッターボックスに入ります。いや今日は1本打たれてますから、もう打たれるわけにはいきませんよ。そうですね、ファウルです。2球目は何で来るか。狙いは良かったと思いますね。はい、高めストレート外れてボール。さあ3球目は何か。打ちました、ヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。いいコースですが外れています。打ちました、大きな打球になった。この当たりはどうか、右中間を深々と破るヒットになりました。セカンドランナー三塁を回った、三塁へ、セカンドランナーホームイン、三塁タッチはアウト、タイガース1点追加します。右中間へのタイムリーヒット、11対0、ジャイアンツもうこれ以上点はやれません。打席には2番バッター糸原、まあ前の打席はストレート打たれましたから、ここはストレートの使い方。打ちました、ヒットになった、これで3安打猛打賞、ツーアウトランナー1塁。打席には3番バッター八木、
今日はホームランを放っています。いや、アウトにはなりましたけど、いい当たり。引っ張った。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。今日も3安打猛打賞。ツーアウト二塁一塁、バッターは4番掛布。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。引っ張った。これはどうだ。一二塁間を破る。ホームに送球する。これでマルチヒット。ツーアウト満塁です。この石峰、ここ5試合で打率は7割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。いや、文句なしに絶好調ですね。なるほど、そうですか。さあ、ここは打ちました。弾き返した打球は左中間へ。パーラが掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース1点を追加しています。バッターボックス、オマリー。前の打席はスプリットをうまく打たれましたから、今度はその使い方を考えたいですね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。田中掴んでワンアウトです。ピッチャーの状態ですが若干きつそうにも見えます。小宮山さん、どうご覧になりますか。まあ、疲れという面ではちょっと気になりますけどね。ああ、なるほど、ベンチはこれをどう判断するかですよね。これも初球打ち。これは大きい。伸びていく。満満中、左中間破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット。ワンアウトランナー二塁となりました。これが初球。引っ張った。これはどうか。取った。一塁へ。アウト。微妙なタイミングではありますが一塁アウトです。さあ、打席には先発の田中が入っています。まあ今日は行けるところまで行く感じでしょうね。そう、高めのボール、坂本が抑えて3アウトチェンジです。タイガースサードランナー残塁に終わりました。11対0、タイガース大量リードしています。これから7回タイガースの攻撃です。そしてジャイアンツはピッチャーが変わります。高木が3番手としてマウンドに上がります。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。やっぱりスリーベースが一番難しいですよね。打力だけでなく足も必要になってきますからね。そうですか。さあ、この場面でサイクルヒット達成なるんでしょうか。2番バッター、糸原。前の打席はいい当たりのヒットでしたから、注意が必要なバッターだと思いますね。そうですね。ヒットでランナーを一塁。バッターボックスには代打の和田。小宮山さん、このピンチは抑えなければなりませんよね。まあ、これ以上点をやれないですからね。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。ファーストランナースタート。キャッチャー二塁送球する。盗塁成功。まあ、この点差ですからランナーよりもバッターに集中でいいと思いますね。なるほど。2球目打ちました。ヒットになった。ホームに送球。これで10試合連続安打。ノーアウトランナー三塁一塁。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。打ちました。取った。二塁送球。二塁アウト。一塁転送アウト。ダブルプレー。タイガース1点追加します。アウトの間に得点。12対0。ジャイアンツもうこれ以上点はやれません。打ちました。浅いフライ。ヒットになりました。これで3安打猛打賞。ツーアウトランナー1塁。5番バッター石峰。今日はホームランを放っています。打球自体はいい当たりでしたから、ここは注意した方がいいですよね。はい、そうですね。ヒットでランナー初球打ち。フェアかファールか。わずかに左に切れました。ファールボール。ワンストライクです。打った。センターに強い打球。これはどうか。センターオーバーのヒットになりました。ホームに送球する。ファーストランナー一気にホームイン。タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット。13対0。ジャイアンツもうこれ以上点はやれません。バッターは6番オマリー。緩い変化球、まずは見送ります。打った。ライト下がっていく。下がっていく。スタンドには届きません。二塁へ送球する。セカンドランナーホームイン。二
二塁タッチアウト、これで3アウト。しかしこの回タイガース3点を追加しています。14バッターボックスは5番パーラ。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミング合ってなかったですよね、ここはしっかりと修正していきたいですね。2球目打ちました。ここはフライになっています。掴んで2アウトです。打席には6番バッター大城。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。まあ、さっきは振っていっての三振ならまだ良かったんですけどね。はい、インサイド落ちました。さあどうだ、この打球は落ちるか、どうだ、ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット、2アウトランナー3。バッターボックスには代打の楊大寛。2アウトランナー3塁1塁と変わります。さあ初球は何か、打ちました。ショートゴロです。ショート取った、2塁を送ります。セカンドフォースアウト、3アウトになりました。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。ランナー出ましたがジャイアンツ得点はありませんでした。これから8回ジャイアンツに選手の交代がありました。8回の表7番から始まるタイガースの攻撃、新庄バッターボックスに入ります。さっきツーベースを放っていますからね、ここはより慎重にいってほしいですね。そうですね。ジャイアンツ厳しい展開で8回を迎えました。亀山打席に入っています。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。はい、バッターボックスには代打の真由美。小宮山さん、このピンチは抑えなければなりませんよね。まあ、これ以上点をやれないですからね。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。初球は何で来るか、ファウルです。これが2球目、走ってきた、キャッチャー送球してタッチアウト、盗塁失敗。打ちました。これは浅いフライ、この打球は落ちそうだ、ヒットになった。これで10試合連続安打。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターは今日の先発ピッチャー田中。ヒットでランナーを一塁に置いています。ファウルになります。牽制、一塁はセーフ。ノーボールワンストライクです。ちょっと合わないようです。ノーボールツーストライク。ランナースタート、ヒットエンドラン、サード取った、アウト、ツーアウト。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。打ちました。坂本一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。14対。これから9回タイガースの攻撃です。一方ジャイアンツはピッチャーが変わります。背番号23野上がマウンドに上がります。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。最初は変化球できました。ストライクです。打ちました。高い打球レフトへ、この打球はフライになっています。上がりすぎました。レフト掴んでワンアウト。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。打ちました。セカンド取った、ツーアウトになりました。打席には4番バッター掛布。先ほどのヒットはいい当たりでしたから、ここは注意しないといけませんね。そうですね。ツーアウトランナー、打ちました。高く上がったライトが突き刺さった、ソロホームランが出ました。これで8試合連続のホームラン。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ジャイアンツ追加点を許します。15対0。4番に一発を浴びてしまいました。バッターボックス石峰。
先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、さっきはやられてしまいましたけども、はい、まあ、今度はきっちりと抑えたいですね。うん、そうですね。打ちました。センターに大きな打球。センター下がっていく、下がっていく、センターオーバー。バッターランナーは二塁到達。今日4本目のツーベースヒット。ツーアウトランナー二塁。まずは見送ります。ワンボール。内へ、これは決まった。あっと真ん中決まった。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。会心の当たり。一直線。突き刺さった。オマリー、さらにダメ押しの一発。今シーズン第19号のツーランホームラン。これでホームランダービートップとの差は1本。追い込んでからのストレートでしたが、きっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。豪快なスイング打ちました。センターへ打球伸びる。丸が抑えてスリーアウトチェンジです。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。バッターボックスには3番丸。今日はまだ当たりがありません。フォアボールのランナーが出ています。初球ボール。さあ2球目は何か。外のボール、まっすぐでストライクを取りました。ここは150キロを超えてきます。見逃し三振。ワンアウトです。打順は4番岡本。先ほどの打席は相手のエラーで出塁しています。初球打ち、左中間に強い打球。この当たりはどうか。レフトが取りました。ツーアウトです。バッターは5番パーラ。今日はまだ当たりがありません。ツーアウトになっています。次が2球目。低めの変化球は決まりません。空振り。ワンボールツーストライクです。変化球空振り。試合終了。相手ピッチャーの前に手も足も出ず完封負けを喫しました。ジャイアンツは屈辱の黒星となりました。小宮山さん、投打ともに内容の良くない試合と残念ながらなってしまいました。ご覧になっていかがですか。でもそんなに言うほど悲観することもないのかなというような感じはしますけど。そうですか、まあ、そのあたりね、明日からの修正回復に期待したいと思います。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のジャイアンツですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。東京ドームからお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、読売ジャイアンツ対阪神タイガースの3回戦です。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、まもなく試合が始まるわけですが、序盤に大事なことって何でしょうか。まあやっぱり先制点でしょうね。どちらが先に主導権を握れるのか非常に重要になってきますよね。どちらのチームが先に点を取るんでしょうか。まずはジャイアンツの先発今村が東京ドームのマウンドに上がります。どう抑え込んでいくのか注目です。立ち上がりの配球なんですが、
里崎さんはどのような考えを持ってらっしゃいますか。まずその日のピッチャーの出来を早く把握していい球を中心に組み立てたいですよね。はい、キャッチャーがそのいい球引き出すことができるのか見ましょう。打ちました、痛烈な打球、切りました、ファールボールです。いやー、甘いボールでヒヤッとしましたけど助かりましたね。打ちました、取った、一塁送球、これはショートのエラーです。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。バッターは2番に入っている松永。前回のゲームは驚くような活躍を見せました。いやー、本当に大爆発でしたよね。はい、さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。エラーでランナーを出しています。ファーストランナースタート、キャッチャー二塁送球する、セーフ、盗塁成功。この場面で盗塁を決められてしまいました。これでワンヒットで先制ですから、もう少しランナーを警戒しておきたかったですよね。やはり走力というのは大きな戦力ということですね。まあそうですよね。そういった機動力を重視したチームがね、増えている印象はありますよね。うん、そうですね。さあここをしのいでいけるか。打ちました、ショート取った、一塁送球します。これで10試合連続安打、ノーアウトランナー二塁一塁。さあそしてバッターボックスにはバース入っています。うん、彼はしっかり抑えておきたいですね。さあピンチは続いています。向こうの攻撃がいい流れになりつつあるんで、ここで断ち切りたいですね。うん、なるほど、そうですよね。はい、まずはストライクを取りました。ここはゴロを打たせたいですよね。うん、なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。はい、これは見送ってボール。里崎さん、ゲッツーを狙うときはどういうリードをするんでしょうか。このピンチ、空振り三振に切って取りました。まず一つアウトを取りました。先制のピンチの場面だったんですが、なんとかワンアウトです。まあこのカーブは抜け気味だったんでね、助かりましたけどね。まあ今の組み立ては狙い通りでしょうね。でもまあ次のバッターはチャンスに強いですからね、彼の裏をかくような配球で攻めたいですよね。そうですね。さあ気をつけていきたい掛布、バッターボックスです。打ちました、痛烈、切れました、ファールボール。いやー、打ち損じてくれて助かりましたよね。はい、そうですね。低め外れました。引っ掛けさせようかというボール。危ない球です。3ボール2ストライク、インサイド落ちました。このフライはどうだ、落ちるか、ヒットになった。三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン、タイガース1点を先制しました。センター前へのタイムリーヒット、1対0、ジャイアンツなおも三塁一塁のピンチです。ここで先制点を奪われてしまいました。まあ注意すべき相手でしたよね。立ち上がりを攻められて先制点を奪われました。さあそして打席には石峰入ります。さあなおもピンチが続きます。三振を取りたい場面ですよね、ここは。なるほど、さあどういうリードをしてくるのか。打ちました、伸びていく、どうだ、入れば貴重な追加点、そのままスタンドに入りました。スリーランホームランが飛び出しました。これでホームランダービートップとの差は3本。初球でした、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ジャイアンツ追加点を許します、4対0。警戒すべきバッターに浴びた一発となりました。ご覧いただきましょう、ここで追加点となるホームランを打たれています。この追加点は正直厳しいですよね。またしても点を入れられてしまいました。さあバッターはオマリー、この打席でホームランを放てば今シーズン20本。ちょっとすっぽ抜けた感じです。
打ちました。弾き返した打球はセンターへ。センター掴んで2アウト。バッターは7番に入っている真由美。2アウトになっています。打ちました。この打球は落ちるか、どうだ。ワンバウンドヒットになりました。2アウトランナー1塁。打順は8番和田。ヒットでランナーを1塁に置いています。まず何を投げてくるか。初球変化球は空振りです。キャッチャー強肩なんでランナーは少し慎重になってるでしょうね。そうですね。ランナーここはスタート切りません。大きく外れてボールです。打った、左中間に大きな打球、フェンス直撃。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。ジャイアンツピンチになりました。2アウトランナー三塁二塁。さあバッターボックスには先発の藤波が入ります。まあここで追加点が入れば自分が楽になるわけですから、このチャンスは生かしたいですね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。緩い変化球、まずは見送ります。高め大きく外れました。次が3球目。大きく枠を外してきます。ファウルになります。見逃しで三振を奪います。3アウトチェンジ。しかしこの回タイガース鮮やかな攻撃で先に点を取りました。2回の表、タイガース打順よく1番から始まります。バッターはキース。先ほどの打席は相手のエラーで出塁しています。初球打ち、ここは打ち上げています。ショートが落下点に入ります。坂本が抑えています。ワンアウト。2番バッター松永、ここはさっき打たれたスライダーをどう使うか、あるいは使わないかに注目したいですよね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうです。インサイド落ちました。これはどうか、このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット。ワンアウトランナー二塁となりました。抜けたような感じになりました。大きく外れます。打った、大きな打球になった。センターバック、センターバックする。ボールはそのままフェンスに直撃。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。5対0。ジャイアンツもうこれ以上点はやれません。バッターボックスは4番、掛布。まあジャイアンツバッテリーとしてはもう1点もやれない状況ですからね、しっかり抑えて反撃を待ちたいですね。はい、さあどういうピッチングをしてくるのか。見送ってまずはストライクです。痛烈、切りました。ファウルボールです。ドカーンと大きな当たりです。打った瞬間か、入った。ツーランホームラン。これで9試合連続のホームラン。追い込んでからのストレートでしたが、ジャストミートされた打球はフェンスを悠々と越えていきました。ジャイアンツ追加点を許します。7対0。相手が4番とはいえ悔しい一発を浴びてしまいました。打席には5番バッター石峰。先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、里崎さん、ちょっと苦しいピッチングが続いてますね。まあ本来の調子からはほど遠い出来だと思いますね。ああ、なるほど。ベンチはこれをどう判断するかですよね。初球は何から入ってくるか。打ちました。伸びていく。打球を追っているがこれはヒットになりそうだ。右中間深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。2アウトランナー一塁。バッターボックスには7番、真由美。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。タイガースこの回7人目のバッターになります。インコースを厳しく攻めます。ボール先行です。打ちました。いい当たりだ。大きな打球になった。レフトバックする。入った。ホームラン。ツーランホームランが出ました。これがチーム3本目のホームラン。
ストライクを取りに行ったところ、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックス和田、さっきはツーベースを打たれましたからね、ええ、ここはしっかり低めにコントロールして長打は避けたいですよね。うん、あっとデッドボールだ、当たってしまいました。バッターは藤波、デッドボールのランナーが出ています。初球ボール、2球目打ちました。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。3塁へ送球、三塁はセーフ。ジャイアンツピンチになりました。ツーアウトランナー三塁一塁、打順は1番に帰ります。バッターキース、今日は盗塁が1つあります。タイガースこの回は打者一巡の猛攻となっています。真ん中打ちました。三塁ファールフライ、ファールグラウンドへのフライです。取ってスリーアウトです。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。9対バッターは6番大城、昨日のゲームではマルチ安打を記録しています。ヒットでランナーを一塁に置いています。ストライクになります。ワンボールツーストライクです。これはバット出ず三振です。バッターは7番に入っている田中、ここのところ当たりが出ていません。ツーアウトランナー一塁です。高めギリギリです。146キロ、3球目は何で来るか。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。見逃し三振、スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがジャイアンツ得点には至りませんでした。これから3回タイガースの攻撃です。里崎さん、序盤で先発投手降板となってしまいましたがいかがでしょうか。まあそうですね、やっぱり今日の状態を見ていると仕方ないなという感じですかね。そうですね、次の投球に期待しましょう。3番バッターバース、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。さっきはしてやられましたよね。はい、ここはピシャーと、これも初球打ち、これは大きい、伸びていく、右中間破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3試合連続のマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。バッターボックスには4番掛布、まあジャイアンツバッテリーでしょう。打った、スタンド一直線、ライト入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これでホームランダービートップとの差は3本。初球でした、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ジャイアンツ追加点を許します。11対0、相手主砲の一振りでした。打順は5番石峰、最初は変化球できました。打ちました、2球目打っていきましたがツーアウトとなっています。打順は6番オマリー、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ツーアウトになっています。はい、初球から積極的に行ってほしかったですよね。はい、甘い球を見逃してしまいました。高めいっぱいに決まります。あっという間にツーストライクです。打ちました、センター下がっていく、下がっていく、どうだ、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これでホームランダービートップとの差は1本。今ゆっくりと打ったバッターホームイン、12対0。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。7番バッター真由美、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい、ちょっとすっぽ抜けた感じです。これが3球目、おっと空振り、真ん中でした。ワンボールツーストライクです。ボールになります、ボールになります。スリーボールツーストライクです。ファウルになります。7球目は何で来るか。打ちました、
浅いフライ。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになりました。これで3打数3安打の猛打賞。ツーアウトランナー1塁。いきなり牽制セーフ。打った。レフトが追いかける。ぐんぐん打球が伸びている。入った。ホームラン。ツーランホームラン。これがチーム6本目のホームラン。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ジャイアンツ追加点を許します。14対0。ここで一発を浴びてしまいました。次はピッチャーの打順ですが、先発の藤浪がバッターボックスです。まあ前の打席は打たれましたけど、ピッチャー相手にそうそう打たれるわけにはいきませんから。打ちました。ヒットになった。これでマルチヒット。ツーアウトランナー1塁。打順はトップに帰ってキース。今日は盗塁を一つ成功させています。ヒットでランナーを一塁に置いています。打ちました。痛烈な打球。切れました。ファールボール。打ちました。高いバウンド。ショートゴロ。坂本一塁へ送ります。アウト。際どいタイミングでしたが3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース3本のホームランで追加点を挙げています。回は4回の表タイガースの攻撃。バッターボックスは2番松永。先ほどの打席はファールフライに倒れています。ジャイアンツ厳しい展開で中盤4回を迎えています。打ちました。いい打球だ。打った瞬間確信したか。入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。これがチーム7本目のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。15対0。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターボックスは3番バース。さっきはツーベースを打たれましたからね。はい、そうですね。ここはしっかり低めにコントロールして長打は避けたいですよね。そうですね。さて今日のジャイアンツの先発は序盤大量失点で交代した今村。今日はベンチの期待を裏切ってしまう結果となりました。打ちました。ライト下がっていく。下がっていく。どうか。入りました。ホームラン。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁回って今ホームイン。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。ジャイアンツピッチャーが変わります。4番を迎える場面でコールされたのは野上。さあマウンドに上がったのは野上。今シーズン2試合目の登板です。昨日に続いての登板となります。最初は変化球持ってきました。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。打ちました。これは大きい。伸びていく。どうだ。フェンスダイレクト。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これで3連打。ノーアウトランナー2塁です。バッターボックスには5番石峰。今日はホームランを放っています。ヒットでランナーを2塁に置いています。2球目は何で来るか。真ん中打ちました。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。切れました。ファールボールです。さあ3球目は何か。低め。これは外れた。打ちました。痛烈。切れました。ファールボール。打ちました。大きな当たりが外野を襲っている。ヒットになった。セカンドランナー3塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは2塁でストップ。タイガース1点追加します。見事なタイムリーヒット。ジャイアンツもうこれ以上点はやれません。バッターボックスには6番オマリー。先ほどの打席でソロホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい。打ちました。高く上がった。ぐんぐん打球が伸びている。伸びて追いかけますが頭を越えました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは2塁まで進みました。タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット。ジャイアンツなおもピンチです。バッターボックスは7番真由美。今日はここまでホームランを含む猛打賞を記録しています。もうこれ以上打たせるわけにはいきませんよね。はい。
勢いを止めることはできるでしょうか。大きく外れました。打った、センターに強い打球、伸びていく、どうだどうだ、スタンドには届きません。セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、ジャイアンツもうこれ以上点はやれません。打席には8番バッター和田、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。引っ張った、おっと取った、アウト、スーパープレイ、抜けていればというところでしたが、ナイスプレーでした。里崎さん、今のプレーご覧になっていかがですか。今のは判断が良かったですね。さあまず1球目、引っ張った、レフトライナー掴んで、これで2アウトです。打順は1番に帰ります。バッターキース、今日は盗塁を決めています。2アウトになっています。初球から積極的に行ってほしかったですよね。はい、打った、スタンド一直線、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これで8試合連続のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、思い切り引っ張られた打球は特大アーチとなりました。ジャイアンツ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。ジャイアンツピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手の萩谷。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。さて西さんも選手に打ちました、打った瞬間確信したか、突き刺さった、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン、ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですよね、存在感が大きいバッターではありますけど、特に意識する必要はないですよね。なるほど、どういった攻めを見せてくるか。これが2球目、打ちました、これは大きい、伸びていく、大きな当たりが外野を襲っている、これはセンターの頭上を越えていきました。バッターランナーは2塁まで進みました。これで3連打、2アウトランナー2塁。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。やっぱりスリーベースが一番難しいですよね。打力だけでなく足も必要になってきますからね。そうですか。さあこの場面でサイクルヒット達成なるんでしょう。打ちました、ライトが下がっていく、頭上ぐん、そのままスタンドに入りました。ツーランホームランが出ました。これでホームランダービートップとの差は2本。真ん中に入ってしまった変化球、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ジャイアンツ追加点を許します。4番に一発を浴びてしまいました。5番バッター石峰、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね、はい、今度はしっかり抑えておかないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。 これはサード岡本掴んで3アウトチェンジ。しかしこの回タイガースホームランで追加点を挙げています。バッターボックス丸、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミング合ってなかったですよね。ここはしっかり狙っていきたいですよね。そうですね、ヒットでランナーを一塁に置いています。体に近いところ、変化球空振り、ワンアウトです。これで5個目の三振を奪われました。4番バッター岡本、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ワンアウトランナー一塁です。打ちました、レフトを追う、センターを追う、頭上ぐんぐんだ、突き刺さった、ツーランホームラン、今シーズン第3号のツーランホームランになりました。高めに浮いたストレート、しっかり引っ張った当たりはスタンドまで届いています。ジャイアンツが追い上げます。いや、インサイドの難しいボールでした。
今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。初球打ち、センター下がっていく、下がっていく、ボールはフェンスまで到達しました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで4打席連続のヒット、ノーアウトランナー二塁です。